議場とは、1986年、中曽根康弘首相と、レーガン米国大統領に対して議場する、保安中隊準軍事的な目的のために用いられる、武器、武具を表情と呼ぶのに対して、儀礼用のものを議場と称する。両者を合わせて、器守ると呼ぶ。本来の武器が新式の武器の登場などによって、用いられなくなり、 儀上に転じたものや、儀上用として華美な装飾が施され実用性を持たないものなどがあった。古墳時代に見られる歌物地立などの装飾不代等を儀上用として用いられた武器の先駆的な存在とみなす説がある。律令制度の下で、威服令などで武漢の礼服、儀上について規定され、旧英令では元日などの儀礼において儀上を用いることが規定されている。 時代が下るにつれて、多くの儀仗用の武器、武具が派生するようになる。公家の太刀や弓矢は、元は実用のためであったが、後世では、装飾が施されて、もっぱら儀仗としての役目を果たすようになった。武家においても、古い時代からの鎧が、元は中華急武士や一般兵卒用の簡素な武具で、あった腹巻や銅丸に置き換えられ、さらには、西洋甲冑の技術を取り入れ生産性。 機能性を重視した統制具族が登場したため、本式の鎧として議場化していった。神立も当初は実践用のこしらえだったが、次第に贈答や儀礼用になり、江戸時代には議場の太刀として制定された。近代以後になると、元首などの行為者の異議生殖のために議場を装備して、動員される兵員を指すようになる。ただし、 後意者の経営としての役割を完全に喪失したわけではない。制度によって、議場兵、議場衛兵、議場隊などの故障が用いられている。日本の旧陸軍、旧海軍では、天皇が軍隊、艦隊の視察を行う際に議場に供する部隊を、議場兵と称し、視察途上の護衛を行う議場隊と宿舎などの、護衛を行う、議場衛兵に細かく分けられていた。 戦後は自衛隊がその役割を引き継ぎ、栄誉令や天皇などの総霊を行う際の礼式を議場と称し、それを行う部隊を議場隊と呼称する。今日では東京の市ヶ谷駐屯地に置かれている陸上自衛隊の第302保安刑務中隊が栄誉令などの議場を行うこととされている。ありがとうございます。